とりあえず HyperX に含まれる機能は後でロンより証拠。まずはみんな大好きフォートナイト。ちょこちょこバージョンが変わるので、その度計測し直さなくてはならないので、私は好きなゲームではないんですが、まずはフル HD、パフォーマンスモード、3D 解像度、秒角距離最大で計測した数値はこんな感じ。平均 FPS332.7、高負荷時 158.2、CPU 平均温度 50.2、平均消費電力 63.2、GPU 平均温度 49.2、平均消費電力 66.2、平均 VRAM 使用量 2.38。続いて HyperX を適用して計測するとこうなります。平均 FPS368.4、高負荷時 161.1、CPU 平均温度 57.2、平均消費電力 71.2、GPU 平均温度 65.2、平均消費電力 132.1、平均 VRAM 使用量 2.65 となりました。平均 FPS は 10% も向上とかなり優秀な数値ですが、高負荷時は約 2% の向上にとどまっています。ただ、高負荷時や移動中を除く戦闘中の FPS 平均は、利用時250前後に対して、利用していない時が210前後で、20% 弱の向上となっています。 HyperX を利用することで CPU、GPU 負荷はかなり上昇していることがわかります。なので処理が軽すぎて遊んでしまう状態にならず、高負荷時の FPS ドロップ対策にも有効だと言えます。続いてはスターフィールド。フル HD 最高設定と中設定、ネイティブ動作でのスコアはこんな感じ。このスコアは両コスパ構成で計測したポン付けのもの。悪くはない数値ですが、 HyperX を利用するとどうなるんでしょうか。こんな感じになります。まずは最高設定、平均 FPS63.2、 高負荷値 45.3、 CPU 平均温度 67.2、 平均消費電力 79.2、 GPU 平均温度 71.2、 平均消費電力 169.2、 平均 VRAM 使用量 7.2。 続いて中設定、平均 FPS86.7、 高負荷値 65.9、 CPU 平均温度 72.2、 平均消費電力 92.2、 GPU 平均温度 70.2、 平均消費電力 169.3、 平均 VRAM 使用量 6.68となりました。フォートナイト以上に平均 FPS は 15% 以上向上しています。高負荷時は全く上昇していません。またフォートナイトの時は CPU、GPU ともに負荷がかなり上昇しましたが、スターフィールドでは GPU はほぼ変わらず、 CPU は微増といったところ。続いて HyperX 完全対応の Witcher3。 フル HD 最高設定、 FSR2 ウルトラパフォーマンスにて計測した数値はこんな感じ。まずはノンレイトレイ、HyperX オフ、平均 FPS65.3、 高負荷時 57.5、 CPU 平均温度 51.2、 平均消費電力 48.2、 GPU 平均温度 74.2、 平均消費電力 169.4、 平均 VRAM 使用量 6.71。 次にノンレイトレイ HyperX オン、平均 FPS62.1、 高負荷時 50.5、 CPU 平均温度 57.2、 平均消費電力 56.1、 GPU 平均温度 74.2、 平均消費電力 169.1、 平均 VRAM 使用量 6.73。 平均 FPS5% 減、高負荷時 9% 減と芳しくない感じですね。続いてレイトレオン HyperX オフ、平均 FPS30.2、 高負荷時 26.7、 CPU 平均温度 48.2、 平均消費電力 45.2、 GPU 平均温度 72.0、 平均消費電力 169.2、 平均 VRAM 使用量 6.72。 最後にレイトレイ HyperX 両方ともオン、平均 FPS29.8、 高負荷時 26.2、 CPU 平均温度 54.2、 平均消費電力 52.2、 GPU 平均温度 72.2、 平均消費電力 169.2、 平均 VRAM 使用量 6.62 となりました。こちらは平均高負荷時ともに 1% 減とほぼ変わらない数値。レイトレを楽しもうと思ったらかなり厳しいと言えます。とここまでだとなんでこのテストやったんだよって感じになると思いますが、ここで紹介したいのは HyperX を構成する一つのアンチラグ。アンチラグテクノロジーを有効にすることでクリック応答性が向上します。要するに入力遅延が改善される機能ってことで、入力遅延を計測した表がこちら。ちょっと細かくて申し訳ないんですが、上が HyperX オフ、下が HyperX オン。単純にオフの方が50から60ミリ秒に対して、オンの方では25から45ミリ秒になっていることがわかると思います。約半分に低下していることが計測できたので紹介しているわけ。ちなみにこれレイトレ環境でも同様の結果が出ます。またアンチラグの性質上、どうしても FPS は若干下がってしまうことと CPU 負荷が上昇することが挙げられます。 Oh!
今回は HyperX と FSR3 を紹介する案件動画です。ネイティブ解像度至上主義の私に HyperX と FSR3 の紹介をお願いできませんかと話が来た時に、アンチラグはともかく RSR とか FSR とかレイデオンブーストとかどこかで何かしらアップスケーリングを使っているテクノロジーはなーって思ったんですが、前回の ASUS さんのパーツを使った両コスパ構成を紹介した時、コメント欄やその後の生配信でも数多くの方が興味があるレンジなのだと分かりましたし、そもそも誰もがお前みたいに 4K モニターでゲームしたいって思ってないんだぞって声が聞こえてきたような気もするし、エントリーからミドル帯でも一つ上の解像度でゲームしたいってのは多いんだぞって声も聞こえた気がしたので動画を作っています。ただ HyperRX に内包される4つのテクノロジーの仕組みについて細かくは紹介はしません。そういうのは KTU とか他の方が詳細に説明されてるんで、そっちで私は使うとどうなるのか、不具合はないのかなどを実際にゲームをプレイし計測したものを見ていただこうと思います。とはいえ何がどんなテクノロジーなのかわからないと都合が悪いので簡単にご紹介します。まずはさっきの Witcher 3でも紹介した AMD Radeon Anti-Lag と Anti-Lag Plus。 AMD Radeon Anti-Lag テクノロジーを有効化することでクリック応答性が向上します。要するに入力遅延が改善される機能。 AMD Radeon Anti-Lag Plus はゲームごとのプロファイルにアンチラグを導入することでゲーミングの応答性をさらに高める機能。続いては AMD Radeon Boost。 ユーザーの入力が介して画面上でキャラクターの動作の動きが検出されるとフレーム全体の解像度を動的に下げるため品質にはほとんど影響を与えずに FPS 低下を防ぐことができるテクノロジーです。要するに動きが激しい時にレンダリング解像度を下げて負荷を和らげて FPS の急激な落ち込みを解消するってところ。当てはまる条件で動作するアップスケーリングテクノロジーといったところでしょうね。続いては AMD Radeon Super Resolution RSR。 RSR は次で紹介する AMD Fidelity FX Super Resolution FSR テクノロジーと同じアルゴリズムを搭載し、ドライバーレベルで動作するアップスケーリング機能でゲームのパフォーマンスを向上させることができるテクノロジーです。要するにゲーム側が対応していなくてもドライバーレベルで動作するアップスケーリングってこと。ただ注意しなきゃいけないことがあります。ゲーム側で RSR の設定を調整することはできないので、調整するときは AMD ソフトウェアで行う必要があること。そして次に紹介する FSR とは共存できないので、 FSR 対応のゲームをプレイするときは RSR をオフにする必要があります。で本当はもう一つ注意することがありますが、それはまた後ほど。そして最後は AMD Fidelity FX Super Resolution FSR。 最先端の超解像技術およびフレーム生成テクノロジーを使用して対応ゲームの FPS を大幅に向上し、ほぼ全てのハードウェア、そうレイデオンではなく NVIDIA や Intel 製グラボでも利用することができるテクノロジー。 FSR2 まではアップスケーリングが主な機能でしたが、 FSR3 からは待望のフレーム生成テクノロジー AMD Fluid Motion Frames 3が登場しました。とはいえ FSR3 対応のタイトルがまだまだ少ないので、今後爆発的に増えてほしいと思うところです。なお今回全ての計測に利用している構成は、前回ご紹介した ASUS さんの RX7600 Dual とプライム 750W 電源を利用した構成になります。では先ほど紹介した RSR で注意しなければならないもう一つのことを紹介します。ってことで FF14 ベンチ HyperRX OFF の数値は前回計測したものでこんな感じ。続いて HyperRX オンにして計測した数値はこんな感じ。平均 FPS153.4、 高負荷値 82.4、 CPU 平均温度 55.2、 平均消費電力 60.2、 GPU 平均温度 70.2、 平均消費電力 159.2、 平均 VRAM 使用量 3.72 となりました。2500も低いスコアとなってしまいました。平均 FPS13% 減、高負荷値 9% 減となりましたが、 CPU と GPU の負荷はさほど変わりはありませんでした。でこれ原因はさっきのアンチラグなんじゃないのって思って、アンチラグを無効にしてやり直してみたんですが、ほぼ変化なし。では原因は何かといえば RSR なんではないかと推測します。私の環境がモニター 4K なんですが、 RSR を利用しているとモニター解像度に合わせた形で出力されるわけ。要は今回の場合ゲーム側はフル HD で出力しているが、 RSR のアップスケーリング機能で 4K 用にアップコンかかって FPS が下がっているんではないかと。なので試しにゲーム側の出力を 720p に変更して計測した数値は次のようになります。
平均 FPS203.2、 高負荷時 91.3、 CPU 平均温度 52.2、 平均消費電力 58.2、 GPU 平均温度 59.2、 平均消費電力 118.2、 平均 VRAM 使用量 3.72 となりました。当たり前の話なんですが、平均 FPS は 32%、 高負荷時 11% 上昇、そして CPU と GPU の負荷もかなり軽くなりました。で、問題は画質。左がフル HD ハイパー RX オフ、右が 720p ハイパー RX オン。静止画にしてしまえば確実に違いは分かりますが、まあ悪くない出来。また面白いのは、どの部分でも 720p の方が FPS が高いわけではないということ。というか、そもそも FPS が低いこともあったりします。これがどこでひっくり返るかといえば、このシーンからあっという間に差が開きます。要は高負荷時は同等ちょっと弱い感じで、低負荷時に一気に FPS が上がるようなイメージ。そしてスコアが最高 25,418、 平均 25,152.1。 どうしても FPS を稼ぎたいという場合に RSR を使う場合、ゲーム側の解像度の設定はモニターとかアップコン後の解像度ではなくて、上げる前の解像度に設定しないと FPS が低下してしまう場合があるので注意してください。またこれは全てのゲームで同じような状況になるわけではないことも付け加えておきます。続いてはシティーズスカイラインズ2。前回計測したハイパー RX オフでのスコアはこんな感じ。そしてハイパー RX を利用しゲーム開始直後に計測した数値はこんな感じ。平均 FPS は 52.5、 高負荷時 41.4、 CPU 平均温度 56.2、 平均消費電力 57.2、 GPU 平均温度 73.2、 平均消費電力 167.2、 平均 VRAM 使用量 6.28。 続いて人口3万人時点。平均 FPS 45.6、 高負荷時 33.2、 CPU 平均温度 58.2、 平均消費電力 64.2、 GPU 平均温度 68.2、 平均消費電力 166.2、 平均 VRAM 使用量 6.18。 ゲーム開始時点ではほとんど違いがないように見えますが、人口3万人の方では平均 FPS 高負荷時ともに 9% 上昇しているのに、負荷上昇は今までとは違い緩やかです。 FF14 とは違い、解像度の設定を変更しなくても大きく FPS が下がることもありません。続いてはゲーム側の出力解像度を 720p に落としたもので計測したのがこちら。ゲーム開始時平均 FPS 71.5、 高負荷時 57.3、 CPU 平均温度 58.2、 平均消費電力 61.2、 GPU 平均温度 74.2、 平均消費電力 160.2、 平均 VRAM 使用量 6.26。 続いて人口3万人、平均 FPS 53.6、 高負荷時 40.2、 CPU 平均温度 61.2、 平均消費電力 70.2、 GPU 平均温度 73.2、 平均消費電力 159.2、 平均 VRAM 使用量 6.23 となりました。平均FPS 36%、 高負荷時 18% の向上、負荷も同程度となりました。たださすがに RSR ではアンチエリアシングが効かないようで、ジャギーがひどいので、どうしても FPS を稼ぎたいって時用かもしれません。そして再びのフォートナイト。フォートナイトのパフォーマンスモードはもともとアップスケーリングされているようなものですが、どうなるんでしょうか。フル HD でのスコアは初めに紹介したもの、そして 720p でのスコアはこんな感じ。平均 FPS 396.2、 高負荷時 172.4、 CPU 平均温度 74.2、 平均消費電力 74.2、 GPU 平均温度 62.2、 平均消費電力 108.2、 平均 VRAM 使用量 3.03 となりました。平均 FPS 高負荷時ともに 8% 向上、 CPU 負荷はフル HD よりも上昇、グラボ負荷は下がった形。シティーズの時に見られたジャギジャギな感じは全く感じません。というか、バトロワ系は見た目シンプルな方がやりやすいであると思うんで、こうやって使った方がいいかもしれません。また戦闘中の FPS もさっきと同様250前後で安定していることも付け加えておきます。それでは最後に FSR3 の AFMF、 AMD フルイドモーションフレームズを利用して AMD のフレーム生成がどんなもんか見ていきましょう。今回計測に利用したゲームはアバターフロンティアーズオブパンドラ。惑星パンドラのセーブ辺境をナビとなって駆け回るオープンワールドゲーム。美しい惑星パンドラの景色は一見の価値があります。今回はよくわからない基地から脱出してパンドラの美しい森に出たタイミングで計測しました。設定はフル HD 最高設定、ハイパー RX はオフで、 AFMFおよび FSR のアップスケーリングのオンとオフで計測しました。まずはネイティブ、平均 FPS 39.4、 高負荷時 31.7、 CPU 平均温度 53.2、 平均消費電力 61.2、 GPU 平均温度 72.2、 平均消費電力 169.4、 平均 VRAM 使用量 7.52。 次にアップスケーリングのみオン。
平均 FPS51.7、 高負荷値 33.7、 CPU 平均温度 48.2、 平均消費電力 62.4、 GPU 平均温度 70.2、 平均消費電力 165.2、 平均 VRAM 使用量 7.38。 完全ネイティブだと30ちょっとしか出ないので、フィールドを駆け回っていてもカクカクな感じで違和感があります。アップスケーリングオンにすることで50を超えてきます。正直もう少し欲しいところですが、フィールドを駆け回る程度ならこれぐらいでも十分。これ以上 FPS を稼ごうと思ったらグラフィックセットを調整しない状態ではここまでだったわけです、今までは。では AFMF を使うとこうなります。AFMF オン、アップスケーリングオフ、平均 FPS59.3、 高負荷値 34.3、 CPU 平均温度 52.1、 平均消費電力 69.2、 GPU 平均温度 71.4、 平均消費電力 163.2、 平均 VRAM 使用量 7.44。 最後に AFMF もアップスケーリングもオン。平均 FPS83.8、 高負荷値 46.0、 CPU 平均温度 46.5、 平均消費電力 60.3、 GPU 平均温度 66.4、 平均消費電力 147.5、 平均 VRAM 使用量 7.76 となりました。ネイティブ解像度のままでも AFMF を有効にするだけで60に迫るまで FPS を稼ぐことができ、 50% 以上も上昇しています。高負荷値も 8% 上昇。そして全部のせいともいえる AFMF とアップスケーリングも使うとなしなしから比べると2倍以上の80を超えるまでになり、高負荷時も 45% の上昇ということない数値。画質も見ていきましょう。左がなしなし、右がありあり。右の方が若干ぼやけて見える部分もありますが、動いてる状態ではほとんど気にならないかもしれません。そもそも画質というかヌルヌル動いてる方が見た目もいい感じじゃないでしょうか。次に AFMF のフレーム生成の恩恵が分かりやすくなるためにその場で一周してみます。さあ、どっちが AFMF 使っているでしょうか。右が AFMF オン、左がオフでした。スローにすることでヌルヌル感が分かりやすくなると思いますが、どうでしょう。それにしてもフレーム生成素晴らしいですね。また現時点では FSR3 が正式に対応しているタイトルは少ないですが、 AFMF をドライバーレベルで運用することができるベータ版ドライバーなんてものもあるので、未対応のゲームでもフレーム生成を体感することはできるので、興味がある方はそちらでどうぞ。ということでいかがだったでしょうか。 AMD さんのテクノロジー HyperRX と AFMF のご紹介でした。安直に FPS だけを上げていくことだけに着目するのではなく、入力遅延対応や動作が激しい時に動的にレンダリング解像度の変更など、結果的にゲーム体験をより良いものにできる HyperRX、 対応するタイトルなら簡単にフレームレートを上昇させることができる AFMF、 そしてまだまだフル HD モニター全盛ですが、確実に WQHD モニターのシェアも広がっています。最近はコメントにもフル HD 環境に最適な最新世代のエントリーやミドルグレードで WQHD 以上の解像度も楽しみたいって声も増えてきているので、そんな方のソリューションに最適です。ブローの的部川柳、テクノロジー選んで使える AMD ということで、次回も見てくださいね。バイナラー。今回もご視聴ありがとうございました。 HyperRX、 AFMF、 どちらもゲーマーにとっては嬉しいテクノロジー、使っている PC のスペックによって最適な設定を探るのも楽しかったりします。結果ゲームをやるよりも設定を詰める方が時間かかったりするわけですが、